戸口市長は昨日、普天間基地の移設に向けた工事区域に隣接する名護市辺野古、豊原、串野の3つの集落、久米3区の区長と総理官邸などを訪れ、松野官房長官や浜田防衛大臣らと面談しました。市長らは地域振興のための財政支援を求めたほか、キャンプシュワブでの排弾処理や航空機による騒音の改善、日米地位協定の改定などを要請しました。名護市のまちづくりについての引き続きのご協力をお願いしたいというのと、キャンプシュワブが名護市には存在をしております。そのシュワブがあるがゆえに発生する諸問題、そのことについての対応をお願いしたところでございます。引き続き連携してやっていきましょうと。久米3区の区長らは今日、およそ4年ぶりの開催となる政府との懇談会に出席し、松野官房長官らと地域振興などについて話し合う予定です。